白い部分が東カレリア東カレリアの旗東カレリアはフィンランドナショナリズムの観点からロシア領カレリアを指す歴史的名称であるロシアカレリアとはカレリア地方のうち1617年にストルボバ条約でロシアに活上されたキリスト教徒法制協会の信者の住む土地を言いおおよそ八回カレリアとオロネツカレリアを合わせた土地であるカレリア全体は 西部カレリアと東部カレリアに分けられ、西部は西カレリア、フィンランド領カレリア、スウェーデン領カレリアと呼ばれるようになっていった。東部は現在、ロシアのカレリア共和国の一部となっている。19世紀初頭、第二次ロシアスウェーデン戦争の結果、ロシア領となったフィンランドでは、民族意識が覚醒し、ドイツの民族学の影響下で、死の採集や編纂が盛んとなった。 国家民族主義のフェンノマントーは、ロシアカレリアを、スカンジナビア人やスラブ人に、汚染されていない古き良き、フィン人の文化の故郷と見ていた。エリアスリョンドーとは主にカイに近い、ロシアカレリア北部のハッカレリア地方に住む、カレリア人から、交渉民話や神話、民謡などを集め、これは後に、フィンランドのジョージシカレワラになった。 彼ワらが知識人に受け入れられ、ついで学校教育によってフィンランド対抗国の人々に広まってゆくに従い、カレリア人はフィン人と祖先を同じくする近親民族とみなされ、ネーションとしてのフィンランド人の一部であると考えられるようになった。フィンランドは1917年の10月革命の混乱の中、独立した。この時、フィンランド社会にはロシアカレリアが 東カレイリアとして独立フィンランド国家の一部であるべきとの考えが広まっていた。この頃、フィンランド社会では東カレイリアという名称が定着した。大フィンランド思想は政治的立場の左右を問わずフィンランド人の多くに支持されていた。フィンランドが独立後、ドイツの支持のもとソビエトロシアに対する干渉戦争を行った際にはこれが叶う可能性もあったが、 ボリシェビキ政権の反撃と英仏の介入によって、この試みはご破産となった。しかしその後も、戦艦機を通じ、カレリア学徒会の活動によって、フィンランド社会では、東カレリアに対する領土的関心が共有されていた。このため、ボリシェビキ政権は、東カレリアに対するフィンランドの領土的関心を交わすため、1920年に、フィンランド人社会主義者、 エドバルド・ギッリングを主犯とするカレリア労働コミューンをカレリア人の主要居住地域であるロシアカレリア西部に創設した。これはカレリア人の民族自決を主張することでフィンランドの領土要求を突き崩す狙いがあった。しかしギッリングをはじめとしてソビートカレリアの統治に携わったフィンランド人社会主義者も大フィンランド的発想のもと カレリア人地域での教育言語のフィンランド語化など、フィンランド化政策を進めた。そのため、カレリア語など、カレリア人独自の文化は、大テロルによって、フィンランド人社会主義者が弾圧された一時期を除いて、スターリン政権下で帰り見られることはなかった。フィンランドにおける大フィンランド思想の功用は特に、継続戦争の際に顕著であり、これはドイツへ援助、援護を行ったことや、 カレリア地域には冬戦争前の国境線を越えて、進軍したことからも透けて見える。継続戦争中、ロシアカレリアの大部分はフィンランドに占領された。この戦争は同時に、カレリアに住むロシア民族の市民に、敵国人としての強制労働や労獄への抑留などの苦痛を伴わせた。継続戦争後、ソ連の圧力によりアクスは解散させられ、 フィンランド国内において、ロシアカレリアを併合しようという大フィンランド思想は、表立って行われることはなくなり、ロシアカレリアを指して、東カレリアということもなくなった。ありがとうございます。